きげんよう、ハラスマーリスです。今回はグッチのフルオーダー660万円のワンピースでおなじみ夕霧若菜ちゃんとコラボレーション企画です。プチプラロリータの限界に挑む。全身で1万円台のロリータコーデを若菜ちゃんにご提案して着用していただきました。コーデのテイストを決める際、若菜ちゃんにロリータチャートにチャレンジしていただいたのですが、結果はなんと夢かわというわけで、夢かわいいテイストを混ぜ込んだコーデに仕上げてみました。頭物はロータスリボンさんのリボンバレッタです。ツインテールに巻きつけたようなリボンがとてもキュートですよね。定価は4600円なんですが、メルカリで中古のものをプチプラで購入できました。こちらのリボンは類似品やコピー品も多いので、メルカリなどで購入する際は十分に注意してくださいね。お次は大人気のロリータブランドベイビーさんとディズニーストアのコラボアイテムです。ディズニーストアではこの他にもアンジェリックプリティさんなどともコラボしています。ディズニーキャラクターをモチーフとした可愛らしいデザインの廉価版のロリータ服という感じのお洋服ですね。細かな仕様や素材、シルエットなどはブランドさんのいつものクオリティよりは下がってしまうのですが、中古でも安価で手に入るので、ディズニーキャラクターが好きな方やプチプラでロリータ服を探したい方にはおすすめですよ。若菜ちゃんは身長が133センチとフェアリーサイズなので、もちろんお靴もフェアリーサイズです。そこでキッズ用の靴をチョイスさせていただきました。お洋服の色に合わせて赤いお色のシューズをチョイスしています。若菜さんほどではなくても、足のサイズが小さくてロリータブランドさんに合う靴がなかなか見つからないという方は、キッズサイズのシューズを合わせてみるといいと思いますよ。ケープも同じくアクシーズファムさんのキッズラインのものです。実は大人用の服と違って子供服って男の子でも女の子でも原型となるパターンが一緒だったりします。なので身長が低めでも大人の女性が着ると体型に合わないこともですが、ケープはほとんどの場合体にぴったり沿うようなパターンではないので、キッズ用でも問題ありませんね。バッグもキッズ向けのブランドさんのものをご用意しました。こういうショルダーバッグとかって紐の長さが調整できたりしますが、長さが合わないとちょっと間延びした雰囲気になりがちですよね。低身長さんはこういうキッズ向けの可愛いバッグをチョイスしてみてもいいと思いますよ。ソックスはメリーゴーランドさんの魔法少女2杯です。夢可愛い系がすごく流行ってた頃って、みんなこういう可愛いオーバーニーを履いていましたね。こちらは新品未使用品なんですが、メルカリでお得に購入できちゃいました。元値は確か3000円くらいです。残念ながらオフィシャル通販では今はソールドアウトしちゃってるみたいですね。ハニエは若菜ちゃんもお持ちなので、こちらは参考アイテムです。初心者さん向けにプチプラアイテムをチョイスしました。この動画を撮っている最中の今現在はセールでボリュームアップパニエがなんと1500円で購入できちゃいます。パニエの中には通常ドロワーズという下着を履くんですが、今回はプチプラコーデということでプチパンツで代用しています。ドロワーズも可愛いものがいっぱいあって、マキシマムさんやワンダーウェルトさんなどで3000円くらいから購入できます。お金に余裕ができたらぜひドロワーズにもチャレンジしてみてくださいね。若菜ちゃんがいつも TikTok で着てるみたいな可愛いお洋服を着てみたいけど、まだ学生でお金がない、そんな方にも安心のプチプラアイテムでコーデを組んでみました。合計金額はなんと 13,931 円。660万円お洋服と比べたら文字通り桁違いですね。この動画以外にもいろんなテイストのプチプラロリータコーデの動画をアップしています。ぜひ参考にしてロリータファッションにチャレンジしてみてくださいね。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録高評価をお忘れなく。以上、カラスマーリスがお伝えいたしました。